コーリー・サンド・ヘイゲンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。コロラド州オーロラ出身。ハイ・アルティデュード・マーシャル・アーツ・エレベーション・ファイトチーム所属。UFC 世界バンタム級ランキング3位。幼少期はバスケットボールを経験し、後に格闘技に興味を持つ。キックボクシングで、他世界王座を獲得後、総合格闘技に転向した。 2018年1月27日、UFC 初参戦となった UFC オンフォックス27で、オースティン・アーネットと対戦し、左ボディブローからのパウンドで西小勝ち、UFC デビュー戦を白星で飾った。2018年8月25日、UFC ファイトナイト、ゲート GVS、ビッグで、ユーリアル・カンタラと対戦。腕ひしに十字固めを極められるピンチをしのぎ、 パウンドで西子勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。2019年4月27日、UFC ファイトナイト、ジャコレー VS ハーマン戦でバンタム級ランキング8位のジョンリー・ナカーと対戦し、2から1の判定勝ち。2019年8月17日、UFC241 でバンタム級ランキング3位のハファエル・アスンソンと対戦し、3から0の判定勝ち。 2020年6月6日、UFC250 でバンタム級ランキング2位のアルジャメーン・スターリングと対戦し、リアネーキドチョークで 1R1 本負け、UFC 初黒星となった。2020年10月11日、UFC ファイトナイト、モライス VS、サンドヘガンでバンタム級ランキング1位のマルロン、モライスと対戦し、右スピニングバックキックで西小勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2021年2月6日、UFC ファイトナイト、オーバーム VS、ボルコフで、バンタム級ランキング4位の下、UFC 世界ライト級王者フランク・エドガーと対戦し、右飛び膝蹴りで、開始28秒の小勝ち。2試合連続のパフォーマンスオブザナイトを受賞した。2021年7月24日、UFC オン ES ・ ESPN。 サンドヘガン VS ディリーシャーで、元 UFC 世界バンタム級王者 TJ リラ賞と対戦し、1から2の 5R 判定負け。接戦であったが、海外の MMA メディアサイトの採点では23人中17人の記者がサンドヘガンの勝利を支持した。ありがとうございます。